ソビエト社会主義共和国連邦憲法は1936年に制定された2番目のソビエト連邦憲法。スターリン憲法や1936年憲法などとも呼ばれている。1936年憲法第118条、第119条1936年憲法は1936年12月5日にソビエト連邦政府によって制定された。 1936年憲法は、従来の1924年憲法で保障されていた、権利に追加して、制限選挙の撤廃、普通直接選挙の採用、労働権などを追加した。直接選挙は、すべての政府機関に適用された。また労働権のほかには、休息、余暇、医療保障、高齢者と病人の看護、居住、教育、文化的援助などを含む、 集団的な社会的及び経済的な権利が明記された。この憲法は、ヨシフ・スターリンを議長とする31名の特別委員によって執筆された。参加者には、アンドレイ・ビシンスキー、アンドレイ・ジダーノフ、マクシム・リトビノフ、クリメント・ボロシーロフ、ビャチェスラフ・モロトフ、ラーザリ・カガノービチ、ニコライブ・ハーリン、カール・ラデックなどがいた。ソビエト連邦の四憲法のうち、 1936年憲法が最も長く続き、1944年に改定され、1977年憲法で置き換えられた。1936年憲法は従来のソビエト大会と中央執行委員会を最高会議と最高会議幹部会に置き換えた。最高会議は連邦会議と民族会議の二院制であった。当憲法で、 共産党の役割が初めて明確に定義された。第126条でソビエト連邦共産党は以下のように規定された。勤労者の利益に適合し、かつ人民大衆の組織的自主活動及び政治的、積極性の発展を目的として、ソ連邦の市民に社会諸組織、すなわち労働組合、共同組合、青年組織、スポーツ及び防衛組織、 文化的、技術的及び学術的団体に団結する権利が保障される。また労働者階級、勤労農民及び勤労インテリゲンツやのうちの最も積極的かつ意識的な市民は自由意志に基づいて共産主義社会を建設するための闘争において勤労者の前衛部隊であり、かつ勤労者のすべての社会的並びに国家的組織の指導的中核を成す。 ソビエト連邦共産党に団結する。ソビエト社会主義共和国連邦憲法第126条。この条項はソビエト連邦の組織におけるすべての他政党禁止の正当化に使用された。憲法第124条は信教の自由を保障したが、その導入は党内で多数の反対にあった。124条の追加によって、 ロシア正教会の教徒は閉鎖された教会の再開や特定職種への就業制限の撤廃を嘆願した。また1937年の選挙では宗教系の候補者を出す試みが行われた。1936年憲法の1944年改定で連邦内の各社会主義共和国に赤軍の支部がそれぞれ設立された。それらは外交や 国防のための共和国レベルの平坦部でもあり、国際法上はデジュリの独立国家として認識される余地を残した。この影響で、ウクライナソビエト社会主義共和国と、シロロシアソビエト社会主義共和国は、1945年に国際連合総会に創立メンバーとして参加し、ソビエト連邦とは別の一票を得た。ステートソサエティアンダースターリン。 コンスタトゥーションスエレクションスインザ 1930S アーティクルバイ J. アーチゲッティーインスロビッチレビューボリューム50ナンバー1 P19 22フィッツパトリックシーラ1999エブリデスターリニズムオーディナリー・ライフ・イン・エクストラオーディナリー・タイムズソビエトロシアインザ 1930S ニューヨークオックスフォード・ユニバーシティ・プレス 179ワルター・ダランティックス・プレインズチェンありがとうございます。